はい、皆様、明けましておめでとうございます。マイク・タイソンです。いやー、年が明けてしまいましたね。2020年ということで、まあ冷静に考えると日付が変わっただけとも取れますが、さあ今日は元旦ですよ。元旦といえばやはりマイロン・ウォルデンのコピーですね。さあ今レンチャンで A マイナーの説明をしてる途中です。今日は A マイナーの2つ目の2小節目、ですね。これがね、あのエオリアスケールになってます。エオリアスケールこんな感じです。これ A マイナー、こんだけ。これがね、結構僕的にはピアノでちょっと弾きづらいっすね。なんかね、なんだろう、弾きづらいんだよ。あ、だけどかっこいいんだよな。まずこの塊、あ、ちょっと譜面の方をご覧ください。はい、明けましておめでとうございます。最初セブンスから入りますね。で、セブンス、ナインス、1度で、ここですね、エオリアのキャラクターノートっていうんですかね、確か。フラット6ですね、フラット6。エオリアスケール、この A から全部発見のスケールですね。この僕はなんか、ドリアスケールはもう、まあ、死ぬほど弾いてるんですけど、エオリアスケールになるといきなりちょっと弱気になってしまって、まあ、他もそうですけど、フリージアとかあれは長く続くとちょっと厳しいもんがあって克服しなきゃなと思ってたところなんで、こういった混奏者のモーダルなアプローチをやっぱ勉強しなきゃなとは思ってたんですけど、これですね。こんだけなんだけど、この上がってこのジグザグのやつ、なんかこれいろいろ規則が、あの人ジェリー・バーゴンジーの、あのこういうペンタトニックの、あ、なんだっけ、 A マイナーだったらペンタトニックで下がる上がる下がる上がるとか、上がって下がって上がって下がってとか、なんかそういうの8パターン作ってる本があるんですけど、まあそういうイメージで、これは上がって下がるフレーズと、こっちは上がって上がって上がって下がるですね、挟んでね。これはちょっとうまく説明できないんですけど、それは僕まだちょっと勉強不足ですみません。ただこの塊、セブンスから始まってフラット6に収まる塊と、こっちはイレブンスから始まって、でフラット6含んでますね。で5度に収まる、まあこのどっから何度の音から始まるっていうのは僕はすごい重要視してるんで、多分上に翔太だったらそんなんじゃねえよって言うと思うんですけど、僕は結構それでソロ取ってて、まあこれ非常に、自分の中では新しいフレーズとなりました。なので続けて E7AmAmってあのマイロンオールで行くと、行くわけですね。すごい、ずっと8分音符がピターっとくっついてきますね、ビートにね。いやー、本当に、うん、これ昨日最近のライブでちょっとこれパッと出てきて、もう使えるやってなって、こっちはなかなか出てこないですけどね。ちょっと複雑で。なので皆さんも一緒にマイロンウォールでシェアして、ライブで使いましょう。マニアックですね。それでは皆さん、2020年今年をよろしくお願いいたします。2020年といえばチャンネル登録をよろしく。バイバーイ。